こんばんは、鈴花ゆう子のただいま茨城、今夜もですね、スタジオの水戸から収録でお送りしております。今日申し訳ありません、生放送ではないんですけれども、今日はですね、大事なキーワードが番組の最後で発表されますので、皆さん最後までお楽しみください。ということでですね、今夜もゲストお呼びしております。こちらにいらっしゃる方がまずお一人目のゲストなんですけれども、こんばんは。お話伺ってもよろしいですか？こんばんは。パンダです。パンダさんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。どうも。今夜もパンダでお届けですか？はい、そうですね。はい、何やられてる方なんですか、普段？尺八が得意です。尺八が得意です。では今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あともう一方、こちらにいらっしゃる方、心が清い方には見れるかと、見えているかと思います。琴奏者の胃袋清志くんです。よろしくお願いします。忍者のようだよ。これ面白いな。びっくりするわ。これね、見えなくなるマントをね。すごい、忍者みたい。すごい。今日はこんな感じで。浮いてる浮いてる。あれ何なんですか、うちわみたいなやつ。はい、じゃあこれでいきましょうかね。はい、ここが気に入ったようなので、じゃあちょっと生首でお届けしたいと思います。はい、ではですね、いつもの通り今夜も、思い出写真館のコーナーから行ってみましょう。それ結構シュールなんじゃないですか。手面としては。はい、では1枚目の写真お願いします。あ、実はですね、僕大さんの足に蹴られてるんですか。あ、本当だ、すごいすごい、リフティングしてる、リフティング。大さんリフティングしてる。実はですね、先日花風月撮影を行ってまいりまして、これはその撮影の時の写真です。そうですね、はい、私の親戚の家でですね、撮影したんですけれども、こちら茨城県内ですね、うん、はい、すごいいいお家でした。なんかね、僕の夏休みって感じ。すごいそう、日本の昔ながらのお家でね、すごい親戚がね、よくここに夏集まってみんなでバーベキューしたりして、うん、いいね。まあ、夏は最高です ね、 ね、そうですね、すごいいい、はい、なかなかこういう縁側はないですからね。すごい、なんで今まで私使わなかったんだろうと思うぐらい忘れてた場所でした。うん、ぴったりじゃない、花風月にね、うん、確かにね、うん、怖いんだけど。足と同化してます。足と同化してんの、大さんの。忍者なんで。忍者なんで。次の写真行ってみましょうか。あ、これそう、ちょっと引きどこにいるかな。引きの絵ですね、こんな感じの、平屋なんです、日本家屋の。そうですね、はい、庭には松があったり、すごく雰囲気いいでしょ。、ね、はい、これスタッフさん越しに撮った写真です。これ何を撮ってきたかってまだ言ってないけど、これ何撮ってきたんですか、大さん。え、パンダさん、今日これ何撮ってきたんですか、花風月の皆さんは。これはですね、なんとなんとですね、うん、花風月のミュージックビデオですよ。ミュージックビデオ言っちゃうんだ、もう出しを見せずに。まあ、そっか、これ今日って言ったけどね。だってこれ収録だもん。まあね、最初言ったけどね、収録とはね。言ったでしょ、今日って言っちゃったね、うん、だって収録の日かもしれないじゃん。あの、ね、今日忍者さんね、首の位置合わせるのに必死なんだよ。あ、でもそれどころじゃない、少ないんだよ、ね、次と差し行ってみましょう。あー、いいですね、これ本当に楽しみにしていてください。ここで撮った映像がどんなようになるか、そして何の曲が、そうですね、ね、出てくる、果たして使われているのか、うん、うん、はい、そしてこれちょっとやってみなよ、なんか何を。これ首のすげ替えできるんじゃないですか。さっきそれ狙ったんだけどね、ここから切れちゃうんです、うん、ほら。あー、なるほどね、もう分かってたんだ、それ。だからこれ、ね、生首っぽくするしかできないんです。なるほどね、私と顔が入れ替わるかと思った。そう、さっきね、ダイさんと入れ替えたかったんですけどね。あ、キヨシが2人いる。2人いる。
違和感ない、違和感ない、ちょっと気持ち悪いね体が気持ち2人いる生まあね、こんな感じで、はい、あ、楽しみますね、このスタジオでいいお遊びですね、うん、はい、え、じゃあ次これぜひ生でやりたかったな、まあ、なんか楽しんでる様子ですね、これね、ざっくり急に適当な写真になりましたね、びっくりした、今ずっと同じような写真だったなと思って、うん、そうですね、これ他にもなんか写真あるんでしたっけ、うん、あると、あります、なんでこれはい、次僕の写真ですね、これいい写真じゃないですか、いい写真だと思うよ、これこれここありきでいい写真だと思うよなんかそう、湯袋さんの首がね、柱に貼ったシールみたいな、あー、心霊写真だ、ステッカーステッカー、そうそうそう、巨人ステッカーいいな、これ面白そうだな、なんか、あ、あなたも忍者やりたかったじゃあこれいいよ、このマントをあげるから、何をもうよく何をやる顔がそういうことができるのか、これ次の写真いきましょう、あ、これはあ、もう何の写真かわかんない、ね、私がいっぱいってピアノ写真だ、ピアノの撮ってる写真だ、そうですね、これどっからどこまでが写真かもはやわかんないいや割と写真ですよ、一緒すぎて、私いつまで一緒だからね、こうやって感じでね、本当だ、いろんなところで、こういう写真です、こういう写真ですね、これあの親戚の家にあるこれちょっと面白いな、レトロだピアノ、なんかすごい程よくさ、いろんなものが隠れるねはい、次はこれね、なんだかもうね、よくわからなくなってますね、これ僕が可愛がる僕の写真ですね、これ僕が可愛がる僕の写真これね、僕が僕、あのね結構珍しい感じで、茨城には僕みたいな犬がいたのでこれね、結構ね、仲良くなったんですよ僕が可愛がる僕の写真っていいね、うん、これね、結構ね、結構不思議な感じになったんですよ親戚の家で戯れてる姿ですね、そうですね、もう本当にキヨシに、キヨシが懐いてて、キヨシが懐いてて僕が懐いてたもうなんかお腹見せてね、可愛かったですね、すごいさ、ドッペルゲンガーみたいな、ね、よくわかんない次の写真見ましょう浮いてる、これあれですよね、あの空が怪しい、そう、あのちょうど渦の下にキヨシがいたんだけど、そう、第三は浮いてますねやばいね、千人だね、第三、これなんかさ、あ、これ不思議な写真だね、すごくね、こうやって見るとなんか何が言いたかった写真なのかもう全くわからないそうですね本来これで言うべきコメントは何一つとして言ったの田んぼと綺麗な空があったんですよ、そうですね、が綺麗でした、いい写真だよね、これ iPhone で撮ったと思えないほどすごいいい田舎だったんですよね、言いたかったことは、でも第三が合成されてるこれ第三だって神様みたいなんですか、神様みたいなんだよねこの雲の渦は第三ね、あの穴からなんか出てきそうですよね大さん神様みたいな、次の写真行きましょう、あー、これ畑の道ですね、うん、田んぼね、田んぼね、うん、あ、そう、田んぼですね、いいとこでしたね、うん、じゃあ次行きましょうか、田んぼに、あれまた同じような、田んぼ、大さん主みたいになってるけど大丈夫いや、ほんと綺麗だよね、うん、これで以上ですか、あと3枚、はい、行ってみましょう、どんどん、おあ、見渡す限りの、そうですね、パノラマで撮った、あ、パノラマで、パノラマか、なんか横が映ってないんだね、あ、これね、いい顔してんだよ、あ、犬がね、どこに行けばいいの、これ、ここ隠れればいいんだ、ほら、いい顔してるよね、犬僕ね、犬好きなんですよ、犬いい顔、これね、顔の半分になっちゃいたいぐらい結構好きで
今日ねこの犬たちも結構ねよく触らせてくれてね仲良くなったんですよね、うん、僕今日の犬ね、うん、でね犬とこうこれ僕何言ってるかっつったら後で坊主のとこが来るから喉に噛みつけて言ってるそうずっと言ってた私聞いてたよほらあいつだよあいつだよだから今から来るからなって喉を狙い喉をって本当に言ってたよ、うん、教え込んだ近寄らなかったですよ、ね、あこの子がこれ可愛いんだそうあこいつっていう顔してる時ですねうんそうゴールデンレトリバーなんだけれども私なんかじゃれられすぎて石を噛みちぎられちゃったんでそうですね一着ダメになりました刃に引っかかっちゃったの布がねでしたら向こうも遊んでくれてるか勘違いしちゃってで興奮したらね穴開いちゃったんですよ、うん、これ僕完璧パジャマですけどねこれ朝のパジャマだねこれは OK だったのかなこれあのね犬と遊ぶと汚れちゃうからね、うん、そう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 はい、はい、次、はいあ、ラストでした戻ってきましたねはいありがとうございましたじゃあこのマントはそろそろうん、暑いね、まあ、ということで、まあ、その取ってきたですねはい今日取ってきたほやほやの今日ほやほやの今日先日取ってきたその映像がね、映像がちょっとありますので一部だけ、ほんのちょっとだけねはい見ていただきましょうもう何のことやらわからないかもしれないけど楽しんでいただければと思いますではそちらの映像をご覧くださいどうぞどうぞというわけで今の映像でですね、こう期待ってことで、何だったんですかね今の。いやいやもうすごい期待高まっちゃったよ。なんだ今。壮大なスケールじゃないですか。何やってたの？え？いや吹いてたんですよ。よもうハリウッド映画みたいだったでしょ？ものすごいスペクタクルと愛と裏切りと友情と。そうですね。大冒険が待ってますから、ね、決して読めないラスト。7ヶ月方向転換したね。多分ねラストは誰も想像できないですよ。ラスト想像できないね。想像できないな。こうご期待ということでよろしくお願いいたします。はい。はい、続いてなんですけど。本当に使われるのかなあの映像。使われるでしょ。あのすごいシーンが。使われてますよ。MV の中でですか。そう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 。ねどうなるかもう想像力が。はい次のコーナーごめんね行きましょうね。ですね6月に、花風月川崎ラゾーナ川崎か、はい、で、ワンマンライブがございましてその時なんとイバキラさんが茨城県から、はい、取材に来てくれていたんですね。フランスから川崎までねすごいですね。ありがとうございます。愛を感じるよ。愛しか感じないよ、うん、イバキラさんからは。すごいですよね。移動距離だけでもう何マイル行ったかわからないですよ。本当いやその花風月のワンマンライブ、雨が明けたらのですねリリースイベントだったわけですが、はい、大好評いただきましてとっても楽しくいいライブになったよね、うん、そうですね、はい、うん、演奏だけではなくトークも楽しいと定評がある花風月なんですけれどもそんなライブの様子をですね少し皆様には見ていただこうと思いまして、はい、特別ですよちょっとだけダイジェストでお見せしたいと思います。パンダ仙人がでかい。遠距離やかもこうやってなっちゃダメだ。ではご覧ください。どうぞ。こんにちは。どこに？
が表にいて、うわーっ って追いかけて、ちょっと一緒に来てもらっていいですか、一緒に来たらお母さんと一緒にこうやって歩きて、ライブの朝とちゃんとお腹空いてるかな。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。少しずつ欠けてゆく光に特別な想いを閉じ込め、落とされた涙すべてを幻想に変える。嘆きもせずに ありがとうございます。皆様どうも今日はお集まりいただきましてありがとうございます。花風月です。今日はですねサードアルバムのリリース記念ワンマンライブということで、初めてですね川崎の地に来たのはね、今まででは花風月のライブの中では最大サイズかもしれない、はい、ただですねまあ花風月らしいなと思うのはねこの距離感の近さですよ。前そうですね 1,2,3,4 列目ぐらいまで何かが飛ぶかもしれないので気をつけていただいて。そうですね、はい、今日花風月初めてっていう方どのくらいいらっしゃいます？わーたくさん。多いですね。ありがとうございます。多いね、こんなにたくさん多分 ねびっくりすると思いますよね。その MC のゆるさんにびっくりすると思いますよ皆さん。いやでもそこに定評がありますからね、大事にしていきたいところなんです。大事にしていきたいところなんですか。大丈夫かな。今日しか見れないこのゆるさ、はい、今日は今日のね、はい、なので皆さんもそんなに硬くならずに、曲はかね緊張しちゃうんだけどね。そうですね、なんか硬いコンサートじゃないですよね花風月は、うん、そうですね、そうなんです、うん、時放て闇
母よ、ふるさとよ、現れては消える、定めの名のもとに全てを捨てるなら、この手に残る思い出の息の涙のもと、切り開こう前半は、ずっと夜の曲が続いていまして、次の曲もその夜シリーズの中の曲になります。夜シリーズですね。次の曲もですね、また同じで私が作曲して京志くんが作詞したんだけど、ザ・幻想夜でサビだけちょっとこんな感じで考えたからあとはよろしくってやつね。そうですね、かなり丸投げだったという話を聞いていますね。ちょっと今言いたいこといっぱいある。なんかすごいね、物申したいことがいろいろあると思います。いや今あんま聞いてなかったんですけど、そう、はい、丸投げされるんですよね、基本的に。あの幻想夜に限った話ではないっていうことですね。あの昔から花風月知ってる人とか YouTube でシンクって曲見たことある人は知ってると思うんですけど、うん、あれ曲渡されてイメージはね、真っ赤って言われたんですよ。おおおって、ざっくりですね。あとオイランとか言ったし、 あの曲は鈴花さんが曲作って僕が作詞した、あれが一番初めの合作なんですけど、うん、深い赤って言ったよね。そう、まあだからシンクなんだけどね。ですね。だからさ、いやでもそこから私はハマりましたね。私が曲を書いてハマりましたねとかドヤ顔で言ってますけど、幻想夜もね、そうサビだけ幻想夜もね、そう逆にねサビだけ書いてある方が大変なんですよ。大変ですね。いや大変だと思うよ。もうね、世界観の大半がサビで出来上がっちゃってるので。だってさ、これさ一番初めにさ、わらわと散りゆく定めって歌ってんじゃん。そう、わらわわらわ、もうね大変でしたよ。、はい、だって大さんと俺は散る前提ですからね。あ、もうどうやって散らせようかなと思って。なんかどうせ散るなら華々しく散りたいじゃないですか。なるほどね、うん、そうですよ。くできてるよ。だもうサビの初めでさ、よくできてるよ、散る定めって言われちゃったらね、しょうがないですよね。私と散る定めっていうテーマだったんです。さっきの曲の最後に、はい、なんかこう適当にこういじって、うん、なんかこう次の曲入ったじゃないですか。僕ね、ああいうの良くないと思うんですよね。なんか最近花風月にそういう風潮があるんですよ。神永いじればとりあえず OK みたいな。
そういうね、雑なのってよくないと思うんですよね。そんなことないですよ。そんなこと愛に溢れてるんです。いや僕ね、花風月のリーダーっていうことになってるんですけど、それも壮大ないじりなんですよ水吹いたでもね、割とね、2人は確かに、僕ね、一個だけリーダーとして仕事してるなってものは、うん、花風月の割とね、2、3年後とかを考えてるの僕なんです。違うじゃん、こないだ言ってたとこ違うじゃんね。僕60年後考えてます。ああ、そうですね嘘ついてるじゃん。そうね、嘘だよ。うちらは2、3年後先を考え、別にさ、違う、いいじゃん、57年ぐらいサバ読んだっていいじゃんリーダーだからね。リーダーだからいい。確かに、ね、僕ね、インディアンと一緒で7世代先まで常に考えてって言ってたよね。嘘を動いてはいるんですけれど、花風月の7世代先なんてもう花風月のハの字も残ってるさん。本当に長い間最後までありがとうございました。最後ぜひ皆さんと握手してお話しして今日お別れができればと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今花風月のアンマーライブが終わりました。何びっくりしちゃった何してんだろうと思ってびっくりしたよ。今だ、カメラインしたんじゃん今、花風月のライブが終わりました。いや、おかげさまで、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、たくさんの方に、ね、皆様のおかげでね、今日も大成功させていただきまして楽しかったね、うん、すごい楽しかったですね。楽しかったよね。やっぱりリーダーさすがっすわ。いやリーダーさすがっすわ。今日ね、演奏良かったですよりも MC 面白かったという感想の方が多くて中間、ね、なんかね、芸人として芸人冥利につきました今日はもうね、でも芸人はね、僕も芸人の一つですから、ね、まあ、芸の一つですよね。まあそうですね。まあでも芸をいくつも持ってらっしゃるから一つ二つじゃ足らんよ、もう片手じゃ数えられないんだから、あなたの芸を。もういいっすよこれまでの花風月が凝縮してボーンと出せたかなっていう感じのリリースパーティーになったと思います。出ちゃった、はい、なんだっけ、ポコペンって言ってた誰がつついた、それMC で言ってないですよ控室でしょ、内輪の話しないでしょいや、なんか照明も音響も良かったから、私はすごく気分が上がりましたよ、今日は。そうですね。で、お客さんもたくさんいて、うん、今これ真っ平だけど、ここが会場だったんですよね。そうですね、うん、いや、今日は楽しかったです、何から何まで、うん、最後に詩吟できたのも、私すごくなんか自分が感動的でした。なんかね、新しい試みもいろいろあったから、その CD の順番通りにやるとか、なんか次はこういうことやりたいなっていうのもまたいろいろ出てきましたね。7世代先がちょっと見えてきた。あ、やっぱ違うなりだわ。違うわ。そこじゃないんだ、見てるまあ死んでんだけどね7世代先じゃ死んでんだけどね。残していきましょうね。そう、残していくんですよ。そんな先の話するの今からひ孫じゃ聞かないよ
まあそんなね、花風月の今日はね、らしさをね、はい、すごい出せたかなと思っていますので、はい、はいはい、よかったね、今日はね、うん、そうですね、さあ、打ち上げいこう、はい、打ち上げ乾杯はい、今日は本当にありがとうございました、ありがとうございました、ごめんごめん、いただきます、はい、ありがとうございました、お楽しみいただけましたでしょうか。花風月のですね、ライブも気になったという方は今後もたくさん、また花風月にも会いに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは私たちの今後の予定をですね、インフォメーションさせていただきたいと思います。まずは和楽器花の方から見てみましょう。お願いします。7月29日も明日ですチケット持ってる方は、楽しみに、夏バテしない、倒れないようにね、熱中症に気をつけて遊びに来てください。お台場新大陸2014目覚ましライブです。目覚ましテレビが主催の、緑が窓口デイというライブに楽器バンド出演いたします。暑い夏にしましょう。よろしくお願いいたします。そしてボカロ三昧も絶賛発売中ですので、よろしくお願いいたします。次に花風月なんですけれども、はい、8月24日来月ですね、愛知県は渥美半島に今年も行きます。渥美ロビーコンサート、花風月の奏でる夏のひとときということで、渥美文化会館の多目的ホールにてロビーコンサートが行われます。こちらぜひぜひ遊びに来てください。そしてですね、お祭りにも出演する予定なんですよ、花風月。前の日の土曜日かな、23日渥美のお祭りにも、出演するはずですので、よろしくお願いいたします。あ、それから8月、あそこカリアのビレ版です。あ、はい、そうですね、サイン会やります、はい、愛知県カリア市、はい、21日です。8月21日の木曜日かな、まあ、夜だったと思いますが、はい、カリアの、ビレッジヴァンガードでですね、サイン会が行われます。夜なので平日ですが、私たち3人に会いに来てください。トークとサインと行います。 CD 買ってきてくれた方に、サインですね。そして雨が明けたらも絶賛発売中です。 Amazon ですとか全国発売、店頭でもお買い求めいただけますので、花風月オリジナルたっぷり12曲詰まってます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてもう8月31日までなんですが、ディズニーランドで今行われているですね、夏のイベントで、私歌ってますし、大ちゃんも尺八吹いてて、あと黒菜さんも和太鼓叩いて、画料群舞のイベントを楽しんでいただければと思いますので、ぜひディズニーにいた方は、あ、ゆこりの声聞こえた、れいちゃんの声聞こえた、楽しんでください。よろしくお願いいたします。はい、それではインフォメーション以上なんですけれども、皆さん覚えてますか。先週も見てくださった方はご存知かと思うんですが、だいちゃんの後ろにあるよ、花風月の雨が明けたらのアルバムをですね、抽選で3名の方にプレゼントするという企画がございます。はい、サイン付きですね。中に開けたらサインが入ってます。サインが入ってます。はい、大きくなった、はい、すごい不思議だな今、はい、はい、こちらの CD なんですけれども、キーワードをですね、書いていただきまして、先週の21日のイバキラで発表されたキーワードと、今日発表のキーワード、この2つを明記の上、送っていただいた方3名様に当たるという企画なんですが、じゃあ今日のキーワードを発表しましょうか。きよし君、今日のキーワードは何ですか。今日のキーワードはじゃらん、パンダヘルメットパンダヘルメット、まさかのですね、パンダヘルメットはい、ということでね、まさかですね、まさかですね。これ多分先週予測した方もね、まあ、先週のキーワード言いませんけど、うん、先週予測した方もね、意外なんじゃないかと、うん、今週見た方は先週何のキーワードがあったかなんて分かんないんじゃないかと、そうですね、これは分からないと思いますね、まあ、両方見ていただいてね、はい、つなげたワードをですね、必ずメールの中に入力して忘れにならないようにお願いします、はい、今日のキーワードだけだとダメです。ダメです、はい、先週のつなげた言葉にして、はい、入力してください。件名タイトルにイバキラ花風月 CD プレゼント係と書いて、そして本文の中にキーワードを明記の上、必ずお名前、ご住所、電話番号、メールアドレス、こちらも必ず入力してくださいね。そして下記まで送りください。応募締め切りは8月3日となっています。そして翌日の8月4日に私のイバキラナイトで、当選発表をいたします。ご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。
それでは続きまして皆様からお寄せいただいたイラストをご覧いただくコーナーでございます。はい、いつも皆様ファンメールありがとうございます。そのファンメールの中にはですね、似顔絵を描いて送ってくださる方が、たくさんいらっしゃるんですけれども、それをですね、足痺れたんですか？ちょっとね発表ちょっともうちょっと真面目にやってもらっていいですか？ちょっと痛くなってきちゃった。もしあ、いいですねこれね、使えますね。それをですね、みんなで見ていこうというコーナーでございます。では今回ね、いつもなんかいろんな個性が出るかゆいんですか？ちょっと馬鹿に刺されちゃってあ、なんだっけ、たくさんの個性あふれるイラストが送られてくるんですけれども、はい、今回もね、とっても個性豊かなねイラストがたくさんありました、はい、楽しみですね。はい、見てみましょう。1枚目誰これ独創的ですね。俺はね、朝くんじゃないかと思うんだけど。あ、朝か。これ誰か分かんなかったんだよね。すごい。ちょっとね、微妙なところなんだけど、うん、あ、でもこのもみあげの長さはね、ゆうこさんだな。なんかね、ゆうこか朝だと思って、ゆうこなのかなと思ったんだけど、朝の可能性も確かにあるよ。いや、でもゆうこさんかな、このもみあげは。これ下足2本だけポロってみたいですよね。これ手足に足が2本人みたいな字になってる。そう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 、 あれ足だと思うんですよね。なるほど、 なんとも言えない味わいがありますね。中国の奥のあの敦煌とかあの遺跡の絵みたいな、ね、これ言っていい、うん、適当か脱力ですね。だもしかしたら私嫌いじゃないの、こういうもみあげだと思ったのは手かもしれないからね、うん、あそうね、マジね、すぐ思ったよこれ見て、採用こういう絵ばっか増えちゃった。好きなんですね。好きです、私こういうね似顔絵もね待ってますよぜひ送ってほしいです。次行ってみましょう。はい、はいこれね、同じ子、同じ子だけどうまいよ、これさっきのに比べたら。でもね、これ鼻が2個あるんだよ。そうそうそう、あれどういうことなんでしょうね。そって書いてある、そ。あ、そうだね、そって書いてあるね。そって書いてあるね。で、尺八はタンっていう感じみたいですね。まあでもこれは第3だよね。第3だよね。あれ？あれ？方向って。これね、方向の方がね、これ吉じゃないか。違いますよね、うん、いや、そういうところもいいじゃん、なんか方向の方じゃない、記憶で書いてる。で、この子不思議なのがね、メールね、1枚につき3通ぐらいずつ送ってきたんだよね。お数で勝負。じゃあ他にもまだあるんですね。はい、あ、違う、ダイさんが3回来たんですから。ダイさんが3回マジで好きなんで。大好きだね、うん、ありがとうございます。次行ってみましょう、はい、で、これが来ましたまあ、でこれさ、胃袋って書いてあるのかと思ったけど、もしかしたら胃袋？はてな胃袋？みたいな熊で書いて疑問に思っちゃった。そう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 、この人にね、全然好かれてない気がしますいいやさぐれ感が出てますなんか僕これね、すごいハチマキに見えるんですよハチマキってあれですか、ずっこけ？違う？何ハチマキって？いや、こうハチマキしたみたいに見えますか？あ、右目の上がね。だからなんか僕の中ではろくでなしブルースの海老名くんに見える。あ、なるほど。あ、違う、ハチマキじゃない、ずっこけ八兵衛だ。なんでもないです。はい、はい、はい、次。はい、これね、愛がこもりすぎでしょ、うん、急に美なんですね、うん、でもね、わさびはね、これ似てないですよ。だってわさび刈り上げてるからね、うん、なんか急にモンキーパンチの絵みたいになりましたね。五右衛門みたいだね確かに。しかもわさびだけアルファベットだからね。ほんとだ、気合が入ってますね、うん、だからわさびしか好きじゃないんだろうね。うん、あ、しょうがない、次だってこれいや、でもこれすごいな、好きだな。マジ差があるの、ウケるでもね、これね、知ってる、町屋さんの3がついてるんだよ。ああ、そうですね、まだね、愛情を持って。でもほら、第3と目一緒だよそうね、今度手ですね、そうじゃなくて、うん、手、うん、手、うん、でも迫りくる妖怪感はね、すごい出てる、ね、あ、まあ確かに出てるね、うんうん、芸術的だよね、すごく。町屋の字もさ、でもこれはさ、町屋さんつうか仮面だよねまあまあ、まあそうですね次は次
これね、広げてるな。あのね、左手が適当すぎですね。てか、でもこれは愛情こもってるでしょ。これがなんかちょっとだな。シルエットですよね。でもこれはね、かっこいい。似顔絵って言ってこれを描くっていうの斬新だと思いますよ、この構図は。これすごい素敵ですね。多分俺が一番適当じゃね。そう、一番最初がもはや誰か分からなかった。あれ、黒田さんはいなかったね。あ、俺までよかったかもしれない。書いてもらっただけいいのかもしれない。全員はいなかったんだよね、そもそも。でもこれね、あの糸巻きが置いてあるんですよ。三味線だからね。3個だね。じゃあ次行ってみましょう。あ、これ黒田さんじゃない？これも美なんですね。えっ、いや今同じ人だったらひでえなと思って。これ違う人ですよね。違う人ですね。タッチが違うもんね。愛が感じられます。これ愛をこもってますね。 うまいね。鉛筆かな。いやでも髪の毛が水彩、まあ、ペン鉛筆と水彩とですかね。次これ好きだよ。体がさ、ドラゴンボールみたいじゃない。ドラゴンボールとは言わないけど、でもジャンプ系だよね。そう、うん、なんか月刊誌っぽくない？あー、確かに。ね、みんなよく描いてくれるね。あ、かわいい。みんなこういうイメージなんだね、教師は。目が隠れてんだ。そうかもしれないですね。まあ、だってほら、ボカロ三昧についてるトレーディングカードがさ、目が隠れてますからね。これまたすごい好き。私もすごい好き。また別の別の子。あ、別の人なんですね。みんな別の子だよ。あの最初の筆以外でも。目悪いからちょっと近くで見ますね。これ結構ね、愛に溢れてると思うよ。ああ、でもこれは確かに。これダイソーしか書いて送ってきてないから本当愛が溢れてると思うよ。多分ね、あれですね、花風月のアルバムのソファーにもたれかかってる写真。でもね、一個だけ言いたいのはね、ダイさんこんなに髪の毛濃くないんですよ。いやぜひ近くで見ていただきたい。そっくりでしょ、そっくり。ほら。いやほら。ダイまでそっくり。ほら。光ってるよ。こんなに髪の毛濃くないんですよ。ちょっと伸びた時だね。いや、すごい。ダイさんの髪の毛はね、H のシャーペンで描くとぴったしです。H そこだけ。あと1枚こちら。あ、俺すげえ邪魔だな。誰がいるんだろう、そこに。わさびくんかな。そうですね、右下は。右上がマッチーか。あ、でもすごい、ダイさんイケメンだな。これ紅が色っぽすぎない？そうね。でもみんなわかるね、特徴がすごい。そうだね、はっきり誰と。髪型もある。あ、この第3ぐらいの髪の毛の薄さはね、程よいですね。そこですか、チェックポイント。誰が一番似てるかな。マッチ。キヨシも似てるよ。でもなんかね、僕あれなんですよ、なんか割とみんなね、こう僕を綺麗に描いてくれる人は垂れ目に描いてくれるんですよ。あー、なんか確かに多いね。僕ね、垂れ目に結構憧れてるんですよ、実は。でもキヨシ君の目は本当キリッとしてる二重だもんね。なんかなんて言うんでしょうね。でもほら、なんか男の子ってそういう風に描くじゃない？垂れ目？いや、垂れ目ってすごい素敵ですよね。なんすか、なんか今ね、あのスタッフの方からちょっと別の絵がね、送られてきたんだけど、なんすかこれ、はい、イバキラ美術の先生、じゃあちょっと出しますか。花風月の3人なんでしょうね、これは。あ、なるほど。誰描いた？これは誰が描いたの？アップでもらいましょうよ。誰描いた？はい、これ誰描いたの？イバキラ美術の先生作。これ優子さんはもはやフランケンシュタインみたいにかかってますもんね。誰が描いたんですね。これ、あ、でもね、これね、第3はね、結構ね、いい感じですよね。だから僕はさ、若干妖怪に変化してる最中ですよ、これ。こっからお前を食うぞみたいな感じでさ。まあでもそういう印象だったんでしょうね、なんか全体的に。彼の中でだって僕今日髪上げてるんですけど。見てないでしょ。見てこれ完璧イメージ図ですからね。イメージ図ですね。私あんなあのここにオタクしてないもんね。僕ちょっとね、裸の大将みたいになってます。第3はもう髪型変更ないからさ、多分これね、あの第3の方から書いてったんだろうね。あとはもうどん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 、こういう顔じゃない。
なんで自分で変顔して楽しい確かにだんだん自信がなくなってってる感はありますよね。何これとこれアップで見えますね。やだ、アップしないで、アップしないで蹴られるよ、またそういうのキャプられるで、そうそう、出回っちゃうからやめとか言うと本当にキャプられちゃうんですダメですよはい、以上でした、ね、だ今日の優勝はこのイバキラビレスの先生ってことです。はい、おめでとうございます皆さんもね、こういうね、ゆるい絵でもいいのでぜひぜひどんどん送ってください。いばきら .suzuhanayuko@gmail.com いばきら .suzuhanayuko@gmail までお寄せください。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、以上イラストのコーナーでした。それではですね、今日はこの辺でお別れの時間になってきたんですけれども、はい、はい、今日はどうでしたか。今日僕マントも楽しんだし、はい、イラストも楽しんだし、はい、うん、イラスト楽しかったですね。イラスト楽しめましたね、うん、なんか最近綺麗な絵ばっかだったけどさ、今日はどっちかっていうと緩めだったから、うんうん、すごい面白かった。なんかこう緩い絵とかいいですよね、うん、だから第3があとはどれだけ絵に近づけるかですよねこっちが寄っていくんだそうだよそっか、うん、頑張んないと、ね、だから今度あれだよ、描いてきてもらった絵に一番そっくりな顔をすればいいんじゃない、うちらが。ああ、なるほどね、うん、あ、それ面白いかもしれないですね、うん、どうする、試しにそのみんなでちょっとやってみようよはい、やってるわけでね今週の大事故じゃないですかいやいや、大丈夫よくやってるじゃん、その顔でもねこれしかできないから、いっぱいやってくれる、はい、じゃあ今のね、第3の似顔絵もどん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 とお待ちしてます。今の第3ね今の第3ね、第3がどんどん絵に近寄っていくので皆さんもね、想像力を豊かにして、こんな顔してほしい、あんな顔してほしいっていう絵をね、見ていただければ、はい、よろしくお願いいたします、はい。では今週もこの辺でお別れでございます。次回のイバキラですが8月4日を予定しております。皆さんチェックしてね、よろしくお願いいたします。それでは須田の優子のイバキラ、ただいま茨城、イバキラ TV、 この辺でお別れでございます。じゃあね、ありがとうございました狙ったようにいかなかった狙ったように言ったらさ、カメラに激突ってことでしょ大惨事だよ、大事故だよ、それこそ